すいません、ツイッターでね、あの走るよってことをちょっとまあ言わせたんですけど、まあちょっと、ね、水曜水曜金曜木曜違うか水曜木曜金曜ってことで、あのまあ今週からねまあない始まりますよと,ちょっと変速開催ということで、えー、すいませんちょっとねそのまあ、スケジュールに僕の体がちょっと合わなかったってことで。 吉村さん完璧な乗り方をしてくれた、確かにまあ、園田の,のね、あのうちは砂が深い、まあ、際はあるかもしれないけど、もうほぼね、完璧な乗り方をしてくれた上でもうね、でしかも、まあ見たらわかるんだけど、まあ、そのね、先頭集団がそのまま残ったっていうね、そういう展開で、もう超気持ちいいマジで、あもう超気持ちいいマジでっていうね、そうそうもう、だからね、もういいんだよ、もういいんだよ、なんかね、 すっきりしたねほんとにおむしろもう,すもうねすっきりしたほんとにおしょうがないおだむしろいいいい よかったんじゃないかな、なんか強い相手やって、クラス慣れして、もう何よりもね、何よりも体がちゃんとこう増えてきてるっていいんじゃないかな、マジで。おそうそう、え、今日は何の、今日はね、だから一応まあ、そんなことは言ったって、ジャパンもね、一生懸命一周回ってきたんだから、そこはちゃんと見てあげようよと、おそこはね、そうそうそう、だから、あのー、それをやろうかなと思ってるんですけど、うん、そうそうそう、え、330はじかれると1組、1組に入らされるっていうルール、あのね、いやわかんない。いや、それはね、 多分全然その三着が響いてたんじゃないかな。どっちにしてもその c さんが2つの組しかなかったからね。うん。まあ、致し方ないか方、まあ、うんついてなかったかなっていう感じ。うん、そうそう、まあ、その抽選だからね、そこは。うん。で、まあ、多分、1230が、まあ、相手、ね、まあ、骨っぽい。まあ、わかんあれ、わかんのかな、登録の時点で。おまあと、等数が多いっていうのがもうあるのかな。うん。<laughs> っていうので、まあ、こっちの方にね、まあ、弾かれてしまったっていう、まあ、しゃーない、本当にお。いや、諦めというか、今回はね、おうん。 今回はもう仕方ない、ただ、あのメンバーで、やっぱりね、あのメンバーでも、まその他ってね、基本的に、あの点が早く、まあ、姉妹の、まあ、姉妹、点、まあ、が速くて中緩んで、まあ、姉妹も早いみたいな、おまあ、そんな感じなんだけど、あのそんな中でもね、ちゃんと、ジャパン、やっぱり先手は取れたと、これはね、本当に、あのなんて言うんだろう、まあ,あの結果はね、まあ、9着だったけれども、おあの非常に得るものはあったかなと。 うん、いう感じあったよ、本当に。そうそうそう。うん、1230のリミテッドあれば勝つ。いや、どうだろう。いや、1230のリミテッドってあるの、そもそも。ないと思うんだけどね、多分 C2 とかならあるかもしれない。C3 の1230ってそもそも月1なんだよね。おう月1、うん。だから、あのー、その、まあ、そこにね、うまく滑り込めるかどうかだと思う。うん、そうそうそう。えー、1, 1組でも、あれくらい負けたら下でも。いや、だから、あれはもうね、ペー,ペースだよ、本当に。ペース。うん。 でもずっと道中のペースもやっぱり緩まないからね、C3 の位まで行くと、さすがにやっぱそこは、あのー、1勝、ねまあ、2勝してる馬たちの集まりっていう、うんだそれはもう、まあんもかなっていう感じだけどねうん、ぶっちゃけ。いや、だからね、ジャパンも、なんて言うんだろうな、ノーチャンスではないと思う。お<ー>やっぱあのね、ちゃんとこう、天の一の足、二の足の速さっていうのは、 あのー、よ生きるね戦略三十とかで、うん、チャンスはあると思うだからそこをきっちりやっていくっていう、うん、そこまでまあねなんとかそこ人の C さんのいつまあ月に一回の戦略三十に滑り込む ねまあ、来月もちょっと祈りつつっていう、うん、そんな感じだと思う。そうそうそううん、天下どういうこと天下天下って関係ないよね、これね。俺、今、天下の話しましたかこれおな何を聞いてるんですかっていうのね、これ、そうそう1230でも勝てない。だから、本当、君は残念。445。君みたいな人が多いから、ね、日本の税収が減ってる。よくわかるわ、本当に。よくわかる。おすぐ諦めちゃうね。おもうどうせとかね。もう口癖、どうせ、ね。いや、無理みたいな。おもうそういうことしか言えないっていう。 お残念にならない本当に君はお。そうそうそう。えそうそう。あ、動画ね。あ、ありがとうございます。動画職人っていうことでね。そうそうそう。じゃあ、クリック。うんね。動画プロにね、また今回も撮っていただきました。あ、こっちかよ。あ、なんかね、ちょっと C、あ、いや、違うな、これ。おちょっと CM 込みってことで。おーあ ちょっとね、これデスクトップが全然映ってなかったってことで、え審判ンン、どういうことやねんってね。おた谷口ばだ谷口板金でそれ、俺の実家の隣の板金やじゃん、それ。ちょっとこう、あんまりそ個人情報やめてよねっていう、そうそう。え、しんちゃん、こんばんは。はい、こんばんはってことでね。あの、今日ね、ちょっとジャパンが頑張って走ったよっていう、おーそうそう、だから、そのね、様子をみんなでちょっと見ていこうとうんいう感じ。そうそう、うん、ニコレポ、え、どういうことですか、ニコレポって。うん。なんか違うの、これ、ニコレポって。うん、そうそうそう。うんえー、ん またリスナーいや、批判じゃない、君らがすぐ諦めるからだよ、もう何かにつけて、ね、もうど,どんだけ諦めが早いんだよっていうね、そうそうびっくりする、だからそこでね、まだ1230走って、で、プロ負けだったと、うん、だかに C3 の1、2、3っていうくくりがないからね、うん、1230は。うん、だからそういう意味では、やっぱ相手、かなりね、点、うん、もやっぱ早いのは多いんだけども、うん、だジャパンにとっては当然、1 4 4 0はプラスだからね、そこでまあ一発ね。 あの試してみたいと、うんまあ、もちろんね、そんな簡単に勝てると思ってないよ、ただ、あのー、どんなもんかなと、うん、そうそうだ結局はえあの、結局はやっぱ専用とかの、やっぱりその相手ね、下の方で、あのー、まで、あ、チャンスを狙うっていうのが、やっぱり一番勝利の近道ではあるんだけども、そんな中でもやっぱ1230でじゃあ、どこまでやれるんだって、見てみたくないかっていうお、そうそう、諦めが遅いと手遅れになる、いや、もう手遅れだよ、はっきり言って。うん 手遅れ何に対しての遅れかどうかわかりませんが、はいあのー、手遅れも何もっていう、うん、もう、あのー、後戻りは、まあ、正直、するつもりもないし、まあ、できませんかみたいなね、そうそう、うん、コントロールシフト C、あ大変失礼しました、コントロールシフト C ってことでね、どうも、ジャパン負けて残念でした、ただね、まだまだ諦めません、ジェルインです、どうぞよろしくお願いしますってこと、ね、あのジャパン次、何これ、ちょっとこれ。 ジャパンツ、あ、ちょ、眉毛伸びたこれね。眉毛、上ってどうこと上ってこれ。眉毛結構伸びたこれね。ね、これちょっと、泣いたの日に今切ってこう、ちゃんとこれ。ね、整えていきますよね。ってことで、あの、どうぞよろしくお願いします。ってことで、今日、<laughs> あの、ジャパンは、 まあ残念ながらね、ちょっと、いけない。何これちょっとこれ。シゲとかこれ。よくバンされない。どこがバンだよ、これ。どこバン大将だったら、そこに丸を折ってくださいっていうね。そうそうそう。ということで、じゃあちょっとね、置きますってことで、うん。ね、みんな、久しぶりってことで、うん。ちょっとこれね、あの、ちょっとね、言っていいまあ、今さっき帰ってきたんだけど、うん。出稼ぎにね、行ってきまして、そうそうそう。あのね、一言言っていい自分で体臭が臭い。うん。暑いよね、ほんと。 を自分でちょっと体臭がきついなっていうね、思っちゃうんですけど、これは気のせいでしょうかっていうね、そうそうそう、ちょっとログインしとこうか、ログインね、そうそう、うん、うん、いや、うんこ臭いんじゃねえ、うんこ臭いんじゃな、なんかこの、なんていうの、男のなんか、ヘロモンみたいなね、わかるかなわかるかなわかんねえんだろうな、みたいなね、女性の人はちょっとね、ぜひ、あの、鍵に来てください、いいここ子で、そうそうそう、おうあのそんな感じですよ、えーと、どうしようかな、ちょっと待ってよ、えっ、ー、と、今、 えー、動画をねちょっと読み込みつつというので、えー、切り替えってことでね、デスクトップうん、そうそうそう。え、動画仕込んだ人、動画答え仕込んだ人って、え、どういうことっていうね、そうそう、えー。スマイルジャパンってことでね。うん。うん、え、ち、いや、だチんことか脇がとかじゃなくて、なんて、労働者の 香りみたいなわかる、うん、一生懸命働いて、ちょっとなんか、あのー、シャツとか黄色くなっちゃった香りみたいな、うん、これね、本当ね、頑張ってるなっていう、うん、そのね、嫌じゃない、いしょんべんではなくて、あのー なんていうんだろうな。え、サンジさんはもう、いや、カレー衆もう多少ね、それは否定はしないよ、そこは。否定はしないけど、なんていうんだろうな。ちゃんとこのね、働いてきたね。あ、こんな匂いなっちゃったねっていう、なんかそういう感じうん <laughs>、そうそうね。うーん、吸着。吸着ってことだよね。そう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 。うん。ま、あ次ね。ね。次。頑張ろうっていうね。うん。悲観してばっかりじゃちょっとね。うん。うん。相変わらず、こうね。 は良かったこれあパドックとかね、ちょっとね、見てないんで、本当ね、嬉しいね。いつも動画プロありがとうございますってことで、そうそうそう、ちょっと待って、え花くそって匂うのうん。花くそにったら花大変でしょうっていうね、そうそう。うん。で、ということで、まあ、これはいこうか。うん。音ってこんなもんでよかったっけ音って。もうちょっと今日はいいのかなそうそうそう、うん動画早いとこで、ね、じゃあいきます。ね。えー、2012年9月15日、その他 えー、そのだけは2レース。スマイルジャパン出走ってことね。ありがとうございます。ちょっと待ってもうちょっと上の方がいいか。うん。こんなもんか。こんなもんか。うん。じゃあ、えっ、ー、と、再生ってことね。クリック。うん。1番がスマイルジャパン、うん。これね、いきなり今日抜いたって、これどういうことこれ。な、だからね、なんでこっちに書くのこれ。なこっちに書けって、これ。こっちに。なんでこっちに書くのこれ。 いつもね、これ。あ、残念ってことで、さらば廃膵庫しませんでしたみたいな。いや、だから、自演どこでやるのっていう。もうこれさ、ID とか出ないのこれ、ID とか。ちょっと、のシステムわかりませんけど、これ。だから、自演じゃないって。信じてくれよ、そこ。マジで。うんこってどういうことだ、うんこって。うんこ関係ないよね、これね。うんこ関係ないよね、これね。そうそう。自演入院、ちょっと癖が強いな、君。癖がね、そうそう。え、今日はピンク文字で。いや、だからね、ピンク文字の、まずね、俺、ピンク文字の打ち方もわからないし、これ。 さらば排期待いや、だ、期待って、だからそう流してないからね、これね。そうそうそう、おおこれ、どんどんいくよ。ちょっと、マジで見ていいこれ、ちょっと、マジで。おでで多いわ、ちょっとこれ、とりあえずね、多い、うん、あの,あのいや、そのだ、多い、船橋、その多いじゃなくて、多いわ、ちょっとお、もうツッコミのころ、ぐちゃぐちゃ、何がなんだか分からない、これ。お 今もも放送時間を開始も今じゃんこれさっきこれさっきさっきじゃんこれいやだから今日今日出稼ぎって書いてたところなんだってっていうねそうそうそうおこれ誰だろうこれ。 なすさんかなちょっとね、あのー、米田真里さんじゃないよねっていうね、そうそうそう,そう、うん、スマイル、ジャニオン頑張って、なんかもう、う癖が強い、ジャニオンってこれ、こ癖が強いなって、これね、そうそう、うん、こなんかこう、こんつってて、なんか流行りですか、これまた、うんそうそうそう、じじいじゃね、おじいちゃん、これ、ーちょっとかんないけどね、また聞いてみるわ、どうせきあの、金曜日からね、そうそうそう、うん、スケキオ、誰ですかっていうね、そうそううん、ち,ょちょっとこれ、コメント、コメント、はい、ねこの毛色がね,、うん、でね、夏場、どうかなと思ってたんですけどもね、元気、うんまあ、さがあって、いいですね。うんうん ケツヤもまずまずずいいですしね、うん、ほら、ほら、相変わらず期待の持てないバタイどういうことだね、それ、今、聞いてた、これ、今、聞いてた、これ、おー、まあやっぱ黒いからね、暑さをこう全身に浴びてみたいな感じあるんだけど、まあ、ジャパンね、あの去年はそんな感じだった、でも今年は本当にまあ夏場に慣れ,て慣れたのかな、うん、そうそうそう、で、克服して、ぱ、体重、バカ。 これち,ょっ,とこれちょっと赤邪魔なんだけど、これ。赤邪魔なんだよ。プラス9。見えるみんな、これ。おーそうそう。ケンちゃんだね、こんにちは。ってことで、はい。えー、スケキヨ、スケキをどうしたっていう。うん。えー、け毛色で。だからね、このね、まあ、青影。うん青影のバタがね、これねピカーンって光って。うん。けんちっぱいだよ、これ、マジで。そうそうそう。うん、ああ、面白いだい。男が面白いんだよ。だから、面白いこと何も言ってないよねっていう、これ。うん。ちょっと勘弁、勘弁してよ。真面目に聞いてみんな、これ。 すごく大事プラス9キロだぜ、マジで。おーマジで、きびき、あ、本当に、ちょっとそこ見たい、ジゅルリ、食うなってだから、食うな、人の前食うなって、ちょっとこれいい見て、うん、らこれっ人気はないんですけどもね、<ー>うん、あの穴目としては面白いかなと思わせると、なんかね、多いだから、なんかもう、ちょっと多いんだよ、ちょっと集中させて、こっちに、こっち、あ,これ,あ米これ、あ米田真里さんだ、これ、あ米田真里さんだ、正面から見たら分かった、これ。 おうそ,うそうそうそう、デブ、デブじゃないからだから、デブ、デブどっちプラス9のいや、そういう意味ではまだ痩せてるんだけど、これ。おうまだまだね、そうそう。うん、脂乗ってきた。おいしそう。バカ野郎、ほんとに。どんだけ食おうとしてんね、君ら、ほんとに。そうそうそう。おういや、ほんと、この時期にバタフえーってのはマジ、ね。もしかしたらこれ、成長じゃねみたいな。おうん。ね、成長じゃねみたいなね。ちょっと、ちょっと見させて、ちゃんと。おうん。ちょっと見させて、ほんとに。人気ですね。う,そうです。人気のたな、はい、何これ、ちょっと待って。今、ちょっとなんかいいらん、いらんこと出た。 トモカミタジマのか,はどうかなと思ってたんですけどもね。あ、インがあっていいですね。待っ <laughs> 言うなこれをちょっとまた出走していらしてもらえなかったしあのね、それはちょっとね、まあこちらから聞いたら教えていただきました本当にね、ありがとうございますってことで、そうそう忙しいんで橋本急車はなん、まあ、も二三十といるんだからもうしょうがないそれはね、そうそうそううんえこれで、ね、ちょっとまあケまずまずいいですしね。ね松のジャパン、ええ、ちょっと人気はないんです。なんでこれ美味しそうとかこれおえまあ、ムービームービーはねあ。 ちょっとあ後で話すわ。そう、後で話そうか。うん、そうそうそう。えいや、忘れすってはないよ。ジャパンのこと。俺、ジャパンのこと全然忘れてないし。うん。ただ、 あのー、ご連絡がなかったっていうのでね、ちょっとツイッター遅れてしまったのは申し訳ないっていう、うん、そうそうそう、うん、ちょっといいねめて、これ、うん、そう、とい。けどもね、穴目、うん、としては面白いかなと、うん、思わせる方、何この人気も紙もありません、まあ、人気はなかったね、10番人気、最下位人気だった、うううん、そうそうそう、えー、空高く、馬小由来、空になってだから、なんか綺麗にまとめて食おうとするのをやめてくださいね、本当にね、そうそうう、う自営入院ってどこがいなだから、どこ俺自営したよっていう、これ、そうそうそう、うんなんか、た、まあちょっとね、 気のせいい、かもしんないたくましく見えない、なんかこれ、ね、正面からすっごい薄い感じだったのが、まあ、太鼓上がってきたっていうのもちんあるんだけど、うんそう思わない、これ、そうそうそう、え松野の扱いがひどい、ひどいよね、本当に、ね、もうちょっと俺、まあ、馬主だからちゃんとしてとか言わないけど、もうちょっとね、みんな優しくしてもらってもいいんじゃない、ね、結構、ショックはショックだぜ、これ、おー自分の馬がね、あの、ひたすらね、お金がね、どんどん出ていくわっていう、しかもこれ20で、20だよ、20。 月約、まあ前後はするけど、うん、もうこれ出走手当が五万。お、ま、また今回ドベかドベにだから、ね、あの着外手当出ずみたいな。うもうちょっと、もうちょっとね、慰め。 たりとかそういうコメントとか、あと女性はちょっとなんか、ワンセクあるわよみたいな、私のなんか、あの胸であの慰めるわみたいな、いなパイズりありますかみたいなね、そうそう,そういうオプションある、そういうのをね、ちょっとなんかオファーありませんかみたいなね、そうそう、20円、どういうことだんそれ、20円って、いや、もっと20万だよ、20万。 マジでそそそうそうそうえいや価値があるかどうかなんていうことは、もうね、その競争成績だけで判断しておく惜しくないね、本当におう。共に歩んできたこの道。 もう歌にしようかなっていう,おう、マジで、もしくはタトゥーとして、なんか、なんかこう、ちんちんの周囲の方うからね、この、えー、歩んできた道をさらに君と進みたいみたいな、こ,こ掘っちゃおうかなみたいなねそうそう、なんかそれでちょっと勃起するとお花がふわーって開くみたいなね、そうなんかかっこいいよねみたいなね、そうそうそう、うん、行こうか、次、うん、ちょっとさりに行こうっていうね、いいねう,うん。前君これ、ちょっとね、みんなこれ、よく見て、そそうそう誰,誰が俺だよ、これ。ちょっと待っとど ちょっとよく見てよ、これ。よく見てよ。どこが俺だよ、これ。ほんまよ、これ。ほんまよ、これ、ちょっと。なんか将来の自分を見てるようですみたいな、これ。今ね、ここ。今、ここで、たぶん。 今30代、40代、50代、やかましちゃん本当に、これどう。どういうことやの、これ、本当に。ちょっと、失礼にも鼻がししよ、これ。おー。はい。今日残業したのに、ね、待つのかじゃねえよ、これ。その金ですしそあ。終わりか、終わりか、あ終わりかよ、ってねお。ちょっと <4 36 S 1>、唐突だったんで、その金ですしっていう。みみおみんな行こうな、みんな。<で>お現地集合ってことで。起きた方、じゃあ、違うからだから。違うど。どういうタイミングよ、これ。おその金 似てるな、これもう似てる。いや、今は、ここの辺よ、この辺。うん。まだまだ。まだまだあるから、これ。ね。ちょ徐々に、こう、なんか、あの、なんか、 抗体というかね、なんかあの CO2 というか、森林場、森林伐採ってどういうことや、これ。森林伐採ってどういうことだよもうん、まぁ、あ、ちょっとね、抗体気味って、それは仕方ない、もう、うん、もう栄養もね、まあ、通ってないから、そういううん、そうそうそう、何が、おい、今誰が多い小池だよ、これ。誰が多い小池だよ、本当に。ちょっとまあマジ勘弁ってことよね、そこ。そうそう、音大丈夫、ちなみに。ね、全然ちょっと言ってなかった音大丈夫なのかな、これ。はい、うん、あ、流れてるか。うん、その時、なんかね、ごめん、ちょっとね、この子ね、だんだんかわいく見えてきた、これ。おうマジで。 ちょっなんだえナイターナイター何曜日ナイターはね金曜日にし,しかないんですよはいで初日なんで今週末はあの工場ちょっとねあのバックレて行こうかなっていうそ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 ううんなのかうんタマ金だよタマ金だよ何で下ネタよねんこれおおその金ってことでねおおそう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 ねちょっとみんなで行こうっていうそうこの動画はね俺もね流そうと思ってオープニングでまあちょっとそれで遅れちゃったんだけどそう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 うんオープニング流そうと思ったらこの動画は再生できませんって言われちゃったおお こっちのなんかね、あの古いパソコンで再生できたのに、あの再生できませんって言われちゃった。おなんでかなっていうね、そうそう。えなんかじわじわ可愛く。そうそう。なんかね、ずっと見てたね、あれちょっとこれ、抱けるかもみたいなお。ちょっと酔っ払っちゃったらなんか、 あるみたいなおだからそうあるよなみたいな、なんかそういう感じはね、するよねっていう。はだそうそうそう。<ー>どういう返事だ俺も言いたいねっていう。そうそうそうまあ、いこうか。これちょっとね、ちょっとちゃんと何か、電話じゃないか電話じゃないか何回言わせん、これ。電話じゃないからだから。何回言わせん、これ。しましたはい、見て、これ。もうこれ C3 の1でこのスタートよ、これお。これも多分一番新ぐらいこれお。マジで。 バックいや、違う。それはちゃんと、いや、バックれますよって宣言していくから、サボりではない、サボりでは。うん、そうそう、えそれは錯覚でしょう。え、どういうことですかって。あ、女の子いや、どうだろうね多分。やっぱりね、美人は3日だけるっていうから、 結構その、その他関係者、女性みたいな感じで、じわじわ、あの、染み込んでくるのかなって思いますけど、ね、だ電話じゃないから、だから電話じゃないっていう。うん、そうそうそう。うん。だやっぱね、まあ、衛進ン新ンのね、本当にね、まあ、もともと一番好きだったのは、俺、うんまあ、そのスタートダッシュで、で、すべて一アロンで使い切るっていうね、そうそうそう、まあ、熊沢茂文乗ってたんだけど、うん。まあ、それにね、まあ、もちろん全然スピードは違うんだけども、うん。なんこう、スタートダッシュを決めるところは、まあ、好きみたいな。 うん、そうで、出落ちじゃないからだから。うんいや生あ僕は生放送ですよ。生放送です。はい、そうそうそう。うん。え、今日は6画。6画、どこどこが6画だよ、これ。どこが6画まあ、これは6画ですね。これは6画です。うん、そうそうそう。はい、スタート。見てよ、これ。これ。マジで。どこ向いとんねん。どこ向いて前向いてるよ、これ。う放送してるだろう、だから。ちゃんと見よ、これ。スタートは、そう、スタートはえ、いや、まだいける、まだいける。うん、まだいけるよ、これ。 でもちゃんとね、もう本当にこのクラスでもちゃんと一応持ってるよねっていう、どういうこったねこれ、万がな,ならもう勝利って、これ、1トン背負ってか、1トン、だ60キロの金魚、1トン背負ってか、万英のまは、これ、ちょっと本当か、本当ね、ちょっと真面目に見よう、みんな、これ、真面目に、うそうそう、え、いかいや、スタート本当上手だよ、ねこれ、センスだよ、本当ね、そうそうそう,そう,う、ね、ゴールはまだもう一周です、これそうそうそう、うん、マジで。 これ見てよこれ、これ。これ。ーこれよーく見て,こ見ていい、これ。ちなみに言っていいこれ。ちなみに言っていい ?1 着、2着、3着。9着。これがちょっと現実。これはちょっとみんな泣かないで。うん、マジで。1着、2着、3着、9着。これちょっと先にね。まあ、ちょっと先に言うと、そういう結果になります。よーく見ておいて。1着、あ違う。小谷君、小谷君、木村さん、田中ジョッキー。 の順番で入着しますます、あ、要は、ベスポジな曲をね、ベスポジ。うん。そうそう、テまね、まあ、一の足二の足は本当早いです。はい、そうそう。え、ユースト変わったのか、待つの方がはげて、どういうことだね、それ。関係ないよね、いや、別に。俺はこう、ちょっとね、いつも隠してはいますけどね。そうそうそう。うん。え、ネタバレ。いや、ネタバレというか、まあ、それはもうね、Twitter でもまあ何着って言ってるんで、そういう目で見てください、そういう目で。 おうん。ね。向こうん、ね。そうそう、楽,に逃,げ楽に逃げ、楽逃げ。うん、マジで。うん。こんな感じで行くわけなんだよ。そうそうう。ん。これね、ここ、ここ。ここね。うでね、まあちょっとね、このねちょ、今見といてほしいんだけど、3コーナーね。3コーナー,3ー,ナーかか。3コーナーにかかってくると、3コーナーにかかってくると、ちょっと、先頭、あみたいな、これ。おうん。 ここもちょっとなんか、スーってこうね、抜かれてる感じで。ただ、ここに何があるかと、むしろね、あじゃねえよ、だから、あじゃ。おこ,ここ何があるか、ここに。うん。ここね、坂があるんだよ、これ。1.2メートルぐらいの。マジで。うん。今日ジャパン走ったのか、昨日放送。いや、昨日、あの、出稼ぎ行ってました。今帰ってきました。はい、そうそうそう。うん。え、決めたこの展開2着。まあまあ、ちょっと、たけしさん今日ね、2着6回うん。だっけね、あと1勝で、確か2000勝 ?2500 勝分かんだけど、うん。っていう状況なんだけどね。そうそう。2着を6回ぐらい取った。うん。 そうそうねだ。あ、あじゃないから、あじゃあ、うん。あじゃないから。だ、ここの坂で止まっちゃうんだよね。うん。この坂で。まあ、姫路は坂ないから、まあ、それで久々の坂でね、ちょっと、あ、しんどいみたいな。あとは、やっぱりこの C1 っていうところで、その道中も、ま、ちょっと厳しめのペースで行ったっていう。うん。だそれで、ま、お釣り残ってなかったっていう感じかな。うん。そうそうそう。え、400で失速じゃどうにもない。400? 残り400ってことは何メートルこれ 何メートルってことこれ400の棒だっけ1 0 0 0ルか。でもね、これ坂があるんだよ、これ坂が。坂が、うん。で、失速じゃないと思う。これ、吉村さんの手見てもらえば分かると思うんだけど、失速じゃなくて、前の前のペースが上がったっていう、うん、ただ足が遅いだけっていう、そういうことだと思う、マジで。よく見ておいて、お<う>いや、決して、ね、後退してるわけじゃないんだよ、ただ足が遅いっていう、こ,こ,これ。 っていきました番の鈴鹿ゴゴルですこれね、ほら、ほら、ね、追ってるわけじゃないんだこれ、あじゃあじゃないからだから、ほら、まあまこんなもんかなっていう感じで、吉村さんも乗ってる感じもあるけどね、そうそうそう、そう何だこれ、なにこれ、今、予想通りとか、これ書いたやつ、マジで、もうちょっと応援は応援、応援しろってね、そうそうね、あっちゃん、どうこだよ、それ、なんとこのタイミングですかっていうね、そうそう、え、とうとう最低人気まで、いや、だからそれはもういいんだよ、別に人気は。 うん、人気はいいんで、まあ、このクラスだとね、まあ、それは妥当っていうのもあるし、うん、しゃあない、これは。うん、ただ、まあ、ここまでね、よく頑張っまあ、あと、ここからはもう、手応えで、別に吉村さんが、あのー、必要以上に追わなかっただけだから。 うん、そうそう。え、戦略三次でもそこは、あ、いや、わかるわかる。だからそこは通るのわかってるんだよ、それはもちろん。ただ、もちろん短くなるのはいいよねっていう、そういう話。うん、そうそうそう。だから、まあ、どれぐらいね、やれるのかっていうのは見てみたいねって感じ。うん、そうえ、交代してるのは松の頭である。それ俺の猛根じゃん、それ。今、競馬の話し俺の猛根関係ないよね、これ。うん、そうそう。え、中に人間入ってるからして、いや、だから、ハリボテエレジーとかじゃないから、これ。 ハリボテレジとか、なんかそのなんか JRA のあの動画の面白し動画じゃないから、これ、一応、サラブレッドですからね、これね、そうそうそう、というってことで、スタート。だから直線、前三頭競り合っている、三番の鈴鹿ゴルゴ、ん中は8番、光栄サンデ外は七番、ドラジェ、まあね番の鈴鹿ゴルゴと、そして八番、光栄サンデーと競り合って、7番、ドラジェも食い下がります。さあ木村。なんかもう多い、これ、なんかね、多い、これ。 おなんかなんかね、多い。そしてなんかこれ、たぶん一人で書いてなくないこれ、ちょっとお。なんか多いはなんかめっちゃ。おそうそうそう、うん。カナダの人、何ですかっていうね、うん、今日の感じだと戦略3 0いや、まあ今日はね、と相手が強いのと、やっぱね、道中もね、見た感じ以上にペースは緩んでない。うん。強いからやっぱりこの辺は。うん、そうそうそう。こね、小谷君もうまく乗ってるしね。うん。 だからまあでもね、ジャパンとしてはもうこれ以上ない乗り方を吉村さんにはしてもらったと思う。本、う、当、ん、んありがたい。だからまあ逆に言うとね、まあジャパンの今の時点でのまあ限界というか、専用でその座でやると、まあこんな感じっていう、うんだと思う。そうそうそう。え、このような感じだったいやまあいや、怪しいというか、そんなね、楽にサクッと勝てるとはもちろん思ってないよ。うん、そうそうそうただも、まあ、もちろん体調面とかも万全に仕上げてきて、相手もまあ,あると思うけども、うん、まあそんな中で、あの、 うまくね、向けば、全くないことはないと思う。そうそうそう。うん。愛されてるね。まあ、あの、ほんとね、うちの間をね、皆さんできればね、僕のことはもうどうでもいいんですけど、あの別にね、ハゲだろうがね、まあほんと死ねって言ってもいいけど、うちの間はちょっと可愛がってほしいっていうのは、まあありますけどね、ほんとね、そうそう。うん。えもうあれだ、もう婚は死んでるよ。お前はもう死んでる。じゃケンシロウか、それ。ケンシロウかっていうね、そうそう。えいや、小谷君ほんとうまいよ。ほんとうまい。うん、ね。なかなか成績の数字には出てないみたいだけど、ほんと、ね、馬券とかでもみんなね、結構、 小谷君んね取って、取らせてもらってるんじゃないの結構ね、人気っていう意味ではね、結構しないし、今回も7番人気うん。で、ね、最後、きっちり差し切ってお、ポーション取りとか、そうそうそう、え、どこのはゲかと思ったら待つのか、はい、待つのですっていうね、そうそうそう、うん、それケチピーが、どれこれいや、ケチピーとか、いや、そういう水分プロはそんなこと書かないから、おマジで。いや、画面からも聞いててね。 三頭の競り合いです。マジでこれ三年たどったってこれ、マジですかっていうね。そうそうそう。うん、まあ、まあまあ、こんなもんだよ。こんなもん。まあ、だから、最後は追ってないから。最後は。うん。さあ、だね、ビービーキュナイタって、ビービ b キュナイタって、どういった。まあ、っていうことでね、ポジション的には。あの位置にいた馬が。ワンツースリーってことよ。ワンツースリー。うん。 だからまあそんな状況で吸着ってことは、まあそういうことだ、まあ力負けはしたなっていう、うん、だむしろ気持ち、マジで。しむしろちょこれねこれ、うん、だまあここはもう吉村さんもそんなに必要に追ってるわけじゃないから、うんねまあ、むちを振ってるだけだから、首を押しないでしょ、うん。だからもう手応えないっていう。 そ本当ね、小谷くんうまく乗った。そうそう。え、ブービーかクラス下がるまできつい。まあまあ、そうだね。クラス下がるまではきついよ。だから、チャンスがないわけではない。今までだって2着取ってるわけだからね。そうそうそう。そうだから、それは全くね、チャンスないわけじゃないよ。うん、そうそう。え、かわい子には旅をさせろ。え、どういうことですかっていう。うん、ジャパン、ビビー、やらないよだから。だから、食うなって、ほんとに。お、ん、ほんと、頑張ってるんだからね。そうそうそう。うん、ジャパン本当、ほんと、まかねよく頑張ってる。うん、そうそう。え、おい、お前の YBO はどうよ YBO どうう予想だっけ お見てないわ。ちょっと見てみようか。うん、見れやスクリック。うん。えっ、ー、とね、452、えー4、えーまあね、あの、まあいろいろあると思います、ほんとね。うん、そうそう。まあまあ、それはね、まあ競馬なんで、うん、そうそう。え、これ今日、あ、これ今日です、今日。うん、今日の、えー、11時50分ぐらいかな。 そそ、うん、そうそうそう、うん、むしろ気持ち、いや、だからね、あのー、例えば、これ、なかなかまあ考え方によって上のクラスでやることって当然ね、あの勝たなきゃいないわけで、うん、その中で、じゃあ上のクラスっていったらどんだけやれるんだっていうところが、今回ほ、多分ね、ベストの乗り方ができてると、もうほぼ100点、満点近い乗り方を吉村さんがしてくれたと、うん、そうそう、a d 先生で、あ、だめだよ、<laughs> だから、なんて君らね、そのド d ンスを勝ろうとするんだ本当に、ちょっと、ほ本当やめてよねっていうね、う今、本当、 あのね、単価も徐々に戻ってきて落ち着いてるところだから、ほんとやめてよねっていうね、そうそう。うん。ヒメのデータ拾ってないから。まあまあそうそう。うん。だからしばらくはちょっとね、姫路のデータが反映されてない状態なんで、まあ姫路の最後の方らもそうだったよね。うん、そうそう。だむしろだからそういうところは、あの、忠実だよね。うん。だから1ヶ月ぐらいはね、ちょっと様子見た方がいいと思う。うん、SBO はね。そうそうそう。うん。だからむしろだからデータがちゃんと取れてないと、あの、勝てない。だもほんと見事だよね。見事と思わない、むしろ。うん。 俺だからす、ああ、よくできてるなと思った。そうそうそう,そう、うん。今来たけど、9月7日、出走、抽選もれた。まあまあ、そういうことだと思いますよ。はい。あの、もう当然ね、C さんであれば、1230の方がね、いいっていう判断は、急所側もしてると思うんで、うん、そうそうそう。だから、まあ、抽選漏れなのかなうん、ダブルで登録してもらってっていう感じだったと思うんだけど、ちょっとまあ、詳しいことはわかんないんだけど、そうそうそう。うん、こっちね、うん、C さんの、まあ、これ本当ね、出たかったんだけど、 うん、ちょっとまあ10とフルゲートなのかなうん。まあ,あとは、メンバーもね、そんなにね、ねどうなんだろう。まあ、まあんま変わんないか。うん。あんま変わんないんでね、まあもちこっち入れたら、だって見てこの1分33秒6とか、うん。全然、まああっちよりは少なくとも、うん、まあ、弱いみたいな。そう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 。うん。だから、まあ入れたらね、ちょワンチャンあったかな、みたいな。 そうそうそう,そう、うん。アマゾンで買おうとしたら楽天の方が安いのでそっちにしました。あ、どうもありがとうってことでね。まあ、楽天だと1%還元。えー えー、あとはなんだっけアマゾンだと3%還元みたいなね、そんな感じらしい。うん、そうそうそう。まあ、あの皆さんね、よかったら、あのー、買ってあげてください。まあ、せあの先月末もね、あのー、どなたか、あのー、お買い上げいただいて2名様ほどね、そうそう、200円ぐらいに、ねあのー、入りますよってことで。まあ、そちゃんと入金されたらちゃんとはね、あの皆さんに公開しますんで。うん、そうそう。紙もなかったのか。どういうことですかってね、俺ですかっていう、そうそう、うん。姫路反映されてない。そう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 。姫路がね、だからもうちょっとしばらく待って。うん、しばらく。だから1ヶ月 ?10 月ぐらいから多分 SBO ちゃんとね、きっちり。 う動くと思う。そう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 。うん。だからそこまでね。まあ、多分姫路をそもそも使わなかったものも多いから、うん、遠いってことでね。そうそう、うん。ジャパンのカにニー松が走ってみたら、いや、俺、だ一1分30秒切れないからお。1分40秒も切れないから、これ。そうそうそう、ちょっと無理だねっていうね。そうそう、うん。もう1230。まあね、うん。まあ、その他でやるんだったら、当然こっちを狙うしかないよねと。うん。それはもう、旧車の人もわかってるから。うん。だから、ここをね、なんとか抽選で入れたら、 いいねと。ただね、C3 の戦略3 0っていうのは月に1回しかないから。うん。だチャンスは1回。そこの抽選で入れるかどうかと、うん。もう言うのに尽きるね、本当に。そうそうそう。うん、よかったな。何がですかあ、あの、アフィリエイトね、そうそうそう。うん。まあね、ちょっとこれはね、難しいね。あのね、結局ね、これ右下のやつもね、あの申し込みを何件かいただいているんだけど、結局ね、なんかね、その、広告主側でね、なんか、これはこれは、この人はただ、あの、 登録しただけで使ってません。キャンセルみたいな感じで、お金くれないんだよ、これ。うん。まあ、くれたのもあるけどね。そう,そうそうそう。うん。だから、なかなかね、あのいっぱい申し込みがないと難しいですと、と、うん、いう感じ。そうそうそうね。おまあ、こんな感じで、ちょっと、こちらの、まあ、なんかね、しかもね、これね、楽天だけじゃだめだし、これね、下に例えば、ブックスとか、ゴラとか、トラベルとか、全部ね、貼らなきゃいけないらし、いこれ。おまあ、ちょっと、これそれね、後で書いてきます。はい、そうそう。うん え今日楽天ポイント付加されたぞ忘れないわけ。あ、まじで。ちょっとね、みんなもね、ぜひ楽天ポイント、ちょっとね、有効期限切れとかあったら、ちょっとこちら経由でみたいな。ね。あれこんなところにバナーが2つも貼ってあるぞ。ここからショッピングできるのかな みたいなね。そうそうそう。いう感じなんで、あのよかったらね、まあ見てってくださいっていう。うん、そうそうそう、うん。まあまあ利用料ね、の払い方はいろいろあるよねっていう。そうそう。うん。まあ、あとはもうそんなにです。これね、この右下これね、当たるのかな当たらないのか知らないです。ただ無料なんでね、あるかなっていう感じはありますんでね。そうそう。まあ、このね、溜まったお金はすべてね、ちょっとここにもね、書いてあるんだけど、これ。うん。 別に僕は私服を肥やすわけではなく、SBO の売り上げはシンバの購入とスマイネル軍団の発展のために役立てますって、これお約束してるんで、うん、そうそうそう、そこはね、だから全部、えー、この売上と同じくね、うん、あの広告収入として、あのここに追加して、皆さんにね、ちゃんとわかるように。 うしたいと思ってる。そうそう。で、それを、俺がね、なんか、個人的にこう着服とかねあ、しないようにね、皆さんがちゃんと監視してもらえばとあいうことですそう、ここまで笑いなし。君の得が足りないんだよね、それね。おふんだんにあったけどあの、君の得が足りないので、ちょっと笑いにならないっていう、そうそう。ういや、ただから、個じゃないって、もう、マジで。何回言わすんこれ、マジで。おいや、ただアフィじゃない。これね、ちゃんとね、SBO というシステムに対しての利用料として、直接、または間接的に。 お支払いしてきる、このね、窓口を用意してるわけですよ。で、直接、こんなね、1万円、2万円、ね、何千円と、こうやってね、何万の10円のタイムあります。こう,こうやって、ちゃんとね、直接お支払いいただく方々も言いつつ、ね、ちょっと恥ずかしいなっていう方々が、まあ、ちょっと利率悪いけど、こういったね、アマゾンとか、楽天とか、あとは、なんだっけ、えっ、ー、と、無料登録。うん。 まあこれもね、多分数打てば一個ぐらい通るんじゃないみたいなね。そう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 。うん、で、払ってくれてるわけです。よわかります皆さんこれ。え何百かそれは、あのー、ここにお金が入ったらいいなみたいな。うん。そういう願いがこもってるわけですよね。うん。そうそうそう。わかりますかはい。僕の願いです。はい。そうそう,そう何がいや、小じき、アルファベットで書かれてもうほんと小じきじゃないかマジで。おん。こじき、こっていうのはこじ <laughs> す,す、す、すいません。すいません。こちらの、こちらのアマゾンから買って、それ俺じゃん。 それ俺じゃん、今の。ちょっとやめてよねっていうね。そうそうそう。うん。だから、まあ、そういうシステムです、システム。あくまでもね。うん。ご賛同いただける人があればって。えこじきってどんなだから、そういうことです、本当に。うん。だ今の俺は、ちょっとね、そこに足を突っ込んでしまったのは、若干、あの、後悔もあるんだけど、ただね、そう、まあこれ、でもね、言ってもね、3%でしょ。まあ、正直これなくてもいいんだけどね。うん、ただ、なんか、とりあえず貼っとけっていうみんなもね、言ってたんで、うん、とりあえず買う。 貼ってる感じうん、そうそうそう、2、300円楽天もあ。楽天もあった、楽天もある。うん。楽天もだまあ、1%だけどね、楽天の場合だと。そうそう、これ現金にちゃんとしないとうまく買えないんで、現金。そう10万円買ってもらっても1000円なんで、まあ、あのもしあったらでいいですよ、全然。うん、ここは何。何がやっぱ、いや、だからそ、これをね、これを、これに囲つけてこじきって言われんだたら、俺は外すよ、これは。うん。だ これも、こういうのもなんかお、いいんじゃないかなあ,あってもいいよねみたいなおう。そういう話し合いがね、あったんですよ。そうそうそう,そう。うん。何がそれお前じゃん。いや、だからね、ちょっと足突っ込んじゃったなって感じはね、正直してる。うん。マジで。いや、だから、まあ、ちょっとね、ほんとやめようかな、みたいな。うん。まあ、ぶっちゃけこれ、ね、あの、ほんと、多分ね、あんま金にならない。おうん。ほんとに。まあ見たらわかると思うけど、まあでも合算しちゃうから、おうん。結局まあ配信、ね、今のとこね、多分280円ぐらい。 うん、Amazon 経由でお買い物いただいた280円ぐらいがあの、まだ未確定っていう感じで残ってる。多分ね、2、3ヶ月後なんだよね。うん。隠つきかなそうそう。うん。え、外すな、こじきを。いや、こじきではない。俺はこじきは受け入れないよ。ただちょっとあの、片足突っ込んでる感じはするよね。うん、マジで。そうそうそう。うん、え、最近振り込むでらあ、まあね、やっぱ直接、やっぱりね、振り込んでいただく方っていうのは、もう本気、思いがやっぱり、うん。ジャー頑張ってくれ、シンバ買って、ね、ちょっと俺らをプロキンに連れてってくれみたいな。 ね私はあそこに連れてってみた。そういうこうなんかね気持ちが本当に、うん、同じ方向向けてるなっていう。そうそうそうだから俺はねだからこれをちゃんと全部、本当と全部出してる。うんだから振り込んだのに書いてないって人は絶対いないはず。そうそうそうだからあのそれは嘘を偽りなく、絶対これはあのシンバを買って、みんなに名前を付けて、そ,んでそのまま応援しようと。お もうそれだけのためにやってますということを、まあ、約束するためだよね、本当に。そうそうそう。うんえー、なんで Twitter にジャパンの出走情報書いてなかったあのね、えー、ちょっと、まあ、情報が遅れまして。はい、そうそうそう。うん、あの俺が出稼ぎ出ちゃった後にちょっとまあ聞いてたみたいな、うん、感じになりましてね。ちょっとあの変速解散ありまして、すみません。これはもうちょっと僕の怠慢だったんですけど。はい、あの次回から気をつけます。うん、そうそうそう。えー、しんちゃん、脇の下にあるの何え、脇の下あ腕腕腕なんかある俺。 なんもないよ、これ。うん。ほら。えなんもないですよ、これ。うん。まあ、ちょっとこれ、ここはちょっとね、あのー、モザイク、モザイクみたいな。うん。そうそう。え、なんもないよ。え、なんかある俺。あるかなみたいなね。そうそうそう。うん。ちょっと、あんま怖いことね、言わないけど、なんか、そこに顔があるよ、みたいな。そうそうそう。うん。えー、30万。あ、今ね、今、全体で、えー、 約40万。もうあと800円で、えー、売り上げとしては40万。ただまあちょっとね、俺の馬券代ってこれ、ね、もうどこ行っちゃったのかしらみたいな、うん。まあでもそんなこと言っても、みんなもね、あの、損した時もちゃんとふ、ね、お金入れ,、まあ、入れてくれし、返せとも言わないし、それは、まあいい分かなと思って、俺も儲かった時は載せて、まあ損した部分は、あの、自分で受け入れるみたいな。 おうそう,いうことそうそう、うん、30円やったよ谷口板金で、ね、手数料も,もったらどういうことやねん、それ、谷口板金で、ね、関係ないよね、それね、お谷口板金関係ないよね、それね、そうそうそう、うまあ、その30円も、本当にあの金額の差はなくね、本当、賛同してくれたっていうところは、あのー、すごく嬉しいです、はい、まあ、SBO を認めていただいた、もしくは、あのスマイネル軍団の、ね、発展を願っていただいた、ね、新馬の購入をみんなで祈ってるというところは,あのもころはあの、もし思ってくれたら嬉しいなということでね、あの思ってますけども、はい。えジュディ ネタ振られたんだろう分かりづらいわ、それ、なんかそうかなと思ったけど、もうちょっと、あのー、行くとこまで行ってしまいました、はい、えー、松野が楽天で買うときはそこ経由、いや、あのね、俺だから、もう先月、2000ポイントの執行を受けてから楽天で買い物してないから分からん、うただ、あのー、今回ね、例えば、あのー、要は、出稼ぎ行くときって泊まるじゃん、うん、あのー、ホテルとか。 うんでまあ、カプセルなんだけどねそうそうそう、うん、いつも泊まるカプセルがあって、そこのところを楽天トラベルで、あのー、予約したのに入らなかった。お本人はねだめみたいおそうそう。もしくは、多分ね楽天トラベルっていうのをここに貼らなきゃいけないかもしれないから、一応ここに、ね、並べとこうと思う。ブックス、トラベル、なんとかなんとかなんとかみたいなね。そうそうそううん、一応全部貼っとけばまあいいかなみたいなね。そうそううんえー、福島に旅行行くとき 行こう行くけど、お土産、いや、お土産というかね、あの、ぜひ、あの、ご収穫先のご予約はこちらからみたいなね、そうそう、まあ、でも1、一パーだけどね、うん、一パー、だ、一万円使って百円、うん。 まあ、気持ちです。はい。そうそうそう。うん。えー、自己上がりはアウトになる。あ、多分ね、だから、まあ、ちゃんとその辺はうまくね、システムで弾かれてるんだと思います。はい。そうそうそう。うん。えー、GT4 のネタ振り方忘れた。わす忘れたとか、そうちょ、恥ずかしいからちょっと言わないでもね、そういうの。うんちょ。こっちも恥ずかしくなっちゃうから、そうそう。うん。競馬勝てねえ、金がねそれは、この SBO で勝ってください。うん。この SBO でもう勝てます。これはね、ほんとね、ちょっと、あとね、ちょっともう一個言っていいこれ。ちょっとね、ランキング。<laughs> これみんな、ちょっとランキング。もうちょっとまあジャパンの話はこんな感じで、ちょっとランキングの話でこれちょっと、クリックね、これちょっとまあ、今自分クリックってことで、ちょっとこれ内緒みたいな、そうそうそう。もうね、もうね、7、もうね、どこまで下がるのっていう、これお。7位、7位っていう。うん。で、これはもうちょっとあかんなと、さすがに。 おう俺もここまで来ると、さすがにアクセス数とかも減ってきてしまうと。で、アクセス数減ったら当然、あの広告収入も減ってしまって、シンバが遠のおくと。これは優しく事態であると。おこっち5いね。そうそうそ,う,そう,う。で、あるからゆえ、ちょっとね、 あのー、ランキング工事機をすることにしました、本当に。うん、くりくりくり、下ネタですかっていうね、そうそう、うん、えー、貢献できるようにアドセンス連打しよだからそれやめてって、本当に。本当やめて。だ、ね、これだ、ただ連打するだけだったら、それ、グーグル先生に弾かれるわけだけど、これね、ちゃんとこれリロードとかかまされると、これ、広報変わるでしょ、これ。おもう、そ完全に不正だから、それお。ほら。だらこ広変わってやられると、まじ、それ、不正になるんで、本当やめて、それ。 おそうそういや、これただ連絡されるだけだったら、o g 部 e 先生、それは端っこからいいんだけど、うん。そうそう、え、自延をつ、遅延はしますよ、これは。もう全然。ただ、これね、結局、一人、一日一個しかできないから、俺が何回やっても、ポイントにならないわけですよ。だから、 ランキング工事機をね、ちょっとあのしたいと思います。まあ、詳しくはね、まあ、皆さんそのうちホームページ見ていただければ、どういうことかっていうの分かると思いますけど、ちょっとそのシステムもね、今また作らないとね、できないから、うん、まあでもちょっと手も自分でね、まあ、あの、なんだ、万馬券と一緒で、じゃあ多少ね、 あのチェックは入れななきゃいけないけけんだけどそうそうえ放送しないから忘れつただ。だから放送はしてますよ。まあ、放送というか、これね、あんま触れてなかったから、あれなんだけど、これ結構大事。本当に。ここはね、会員登録もいらないし、みんなもね、別に損をするわけじゃないから、これ。おこれはね、なんか、俺のこと嫌いでもっと、ね、ちょっとこの辺は、ちょっともしね、教育してもらえば嬉しいななんてね、まあ、思いつつっていうね、うん。まあ、ちょっと感じはしてるんだけど、 まあ、こっちはね、まあ、でも、中央競馬の方がね、やっぱこれ、ね、おーやっぱこれ、アクセスは、まあ、多いかな、みたいな。ちょっとね、あの、まあ、アクセスはやっぱり中央競馬の方が多いかなっていう感じはしてるよね、ほんとね。おう、マジで。ちょっと待って。ちょっとね、あのー、ちょっとね、あの、まあ、 やっぱね、アクセス数はやっぱ中央ケバの方がね、まあ多いかなっていう、うん。感じはしてるね、ほんとね。うん。感じは。うん。画像が出てこないんだけど、これ。画像が出て、あれ画像が出てこないんだけど、これ。 画像、あれ画,画像が、画像が出てこ、なにこれ画像が出てこないんだけど、これ。画、画像、いつも、画像がこれ、なんで出てこないの、これ。いつものな画像、あれ ちょ、画像、画像が出てこ、なんでどういうことこれ。え、ど、な、なんか変わったのこれ。え、画像が、画像が出てこないんだけど、これ。画像、画像を開く。クリック。なにこれちょっと、え、you don't have、なんだよ、これ。 なんで俺、なんで俺画像見れないのこれ。えー、そっ、なんだよこれ。ちょっと待って。ちょ,ちょっと待って。少々お待ちくなんだよこれ。ちょっと待って。俺なんかいじったっけちょっと待って。えー、あ、はいはいはい。はいはい。パカマジ。きたこれ。よし。よし。 これ、これでいけるだろ、これで。これでいけるだろ。これで、いけるはず。これ、これでぜ、これでいけるだろ、これで。これで。あどういうことなのこれ、マジで。えなんで拒否これ。なんで拒否これ。いや、いや、違うね。違うね。な、なん

よしよし、いいぞ。よし、いいぞ。よし、あったよし。ーし、いいぞ。よし、いいぞ。いいよし。よし。違う。よし。違う。よし。いいぞ。今日はおー、いいね、いいね。よし。まあ、まあこの、このぐらいしとこう。うん。えー、いうことでね。うん。 え何が本当右クリック保存。そんなものはね、当たり前。当たり前だろ、そんなものは。後でゆっくり見るんだよ、そんなもん。そうそう。いや、またね、なんか、拒否られたらちょっとあれなんで、ちょっとこっちも、ちゃんと設定をちょっと変更してアクセスみたいな。うん、そういうことや。そんなな、簡単な、そんなな、俺を拒絶するなんていうのは、もう100、100万年早いわ、そんなもん。そんなもんが曲がりとると思うなよっていうね。そうそうそう。うん。まあ、いうことで、あの、ランキングでね、 なんとかちょっと上に行かないと、ま、ああの、広告書にも増えないってことで、ちょっとそれ頑張ろうかなと。ージェネに頑張ろうかなっていう、マジで。おそうそう、え、好みじゃない。ま、あ君はね、ちょっと物線ってことでね、お疲れ様でしたっていう、そうそう。ま、あおかずか。ほんとね、今日は、ま、あちょっと久々に家に帰って、もうね、来たんで、もう、何回しこっていこうかなっていうね、そうそう。もう、さっき帰ってきたばかりなんでね、はい。ほんとね、たまりませんねっていう、そうそう。うん。それ絶対本人いや、いいですよ。もう、別にその辺で拾ってきた画像でもう何でもいいです。ただ、もう、馬券好きの、 なんか、姉、ね、ちゃんっていうのの脳内変化は僕の中で処理するんでね。それは別に構わないです。はい。そうそうそう。うん。まあ、いうことでね、SBO はまあ順調です。はい。まあ、ちょっとその他がね、あの、姫路のデータが読み込めないっていうか、まあ、ちょっとね、中途半端に読み込むのも、どうかなやるかなやってもいいんだけどね、姫路。おただ、ね、タイム出てないでしょ、これ。最後のやつで出すかな出すか。出してもいいんだけどね。お別に簡単、簡単。すげえ簡単。うん。簡単だから、 出してもいいんだけどなぁ。墓穴掘りそうな感じもするよね。あ、どうだろう。やるかやってもいいよ。やるか入れてみるか。ちょっとこれ終わった後にちょっと姫路のデータも指数読み込めるようにやるかもしれない。 おちょっと当てないとね、それ。お何してんの、あの僕はもう、ほら、配信です、はい。人生を、まあ、みんなと語ってるみたいな。そうそうそう。馬主として生きていくっていう、あのこの道を確かめ合ってるみたいな。俺、馬主できてるよねみたいなね。そうそうそう。そういうことで、はい、ストーカーを。だなんで君たちはね、本当に、ね、そのストーカーとかっていう言葉であで、愛情っていうものを片付けちゃうかなっていう。お,おかしいよね、それ。おもう何かって言えば諦めるし、何かって言えばストーカーっていうし。おー 足を見て、詐欺ボンボンン。どこが詐欺だよ、だからこれ。うん、だそのね、根拠のない批判は本当やめてっていう。そうそうそう。うん、だ今日の園田のデータを、例えば、姫路を読み込んだやつに置き換えてみて、で、その結果を見てみようか。え、今日のデータってもうこれ、あれかな間に合わないかなおや、違うんだこれね。例えば、1レースの馬の結果がもう反映されちゃってるとね、もうそれだと、 指数なんならいかこの辺とかね、多分もう姫路のデータ読み込めてないから、もうほぼぐちゃぐちゃになってるから、そううそう,そう例えば、ええー、っとど、どれだろうまあ、どれでもいいわ。おこの4着のマスクリック、うん。今日のデータまだ入ってないよね。そうそう。いけるかなこれ、うんええー。その金いってもう当たらない。いや、だからその金のために今、ちょっと姫路のデータをちょっと読み込もうかなと思って。うん、マジで。そうそう。姫路指数はその段に観察。そうそう。その段にもちゃんと反映するように、 あの、やろうかと。昔はまた、姫路の時は、その他のデータを読み込んでたからね。うん。だその同じように、やろうかなって思って、で、今日のデータをだからもう一回再読み込みさせて、 うん、やって、で、結果も見つつ、ああ、いけそうだなっていうんだったら、そのままやろうかなとは思ってる。うん、そうそうそう。うん、姫路指数はそうだね観察しますね。はい。お父さん出てってしまってで、どういうことですかっていうね。そうそう、あ、信子さんですか。あ、あのー、うちのお父さんはね、もう本当に若い嫁さんをね、あのー、作りまして、うん、れてってしまったと。はい。ただ、あの俺が、まあ、まあ、今はね、バツイチなんだけど、その離婚した、いや、違うな、結婚したって、 年同じ年にうちのお父さんも結婚しました。まあ、再婚しましたって、若いお兄さんとね。うちの親父は本当に尊敬に値する。まあ、一つ、ね、言えることは、まあ、座右の目、うん、酔い腰の金は持つな。もうこれは、ね、完璧だね、本当に。一部ちょっと、ね、間違ってるなとは思うんだけども、も貯めてもしょうがないと。うんまあそのね、自信になってから、あのー、生きるために。 まあ金貯めるんだったらね、今やりたいことはやりなさいとういうことはね、まあ、できてるかなと思いますよね。そうそうそう。うんえーうん、根拠のない性自己正当化もどうよ。どうよってどこのことですかってよね。そうそうそう、うん。いや、あの、もうね、だからそのね、まずね、なんて言うんだろう。ストーカーっていうのは、もうとりあえずやめよう,う。その愛情はとりあえず全面的に受け止めてから考えたらいいんじゃないっていう。そうそう。ワンセクはあるよね。うなんでそのワンセクもなしみたいな。 おうもうそのね、やっぱボランティア精神っていうのかな、おう結婚してって言ってるわけじゃなくて、ワンセックぐらいはありませんかおう代表してね、一応、代表して聞いてるんですけど、はい、あのメンズを、おうあの世の中の、まあ、馬券メンズを代表して聞いてるんですけど、ワンセックぐらいありませんかみたいな。おう ねえそうそうそう。うん。酔い越しの精神を持つな。まあまあ、そう出しましょう。みたいなね。そうそうそう。うん。ねそんなのうまくれ。どういうことなんだから。どどういうことだ。どう、どうなったらうまくれっていうね。うん。そうそうそう。まあ、ちょっと、あ、時間がね、ちょっと、えー、差してしまったんで。まあ、一つね。じゃあ、えー、まあ、ジャパンは、まあ、次もね、頑張ろうってことで、うん。あのー、1 2三十ね。うん。出たいねっていう、うん。感じなんですけども、えー、もう一個。うん。えー、スマイルムービー。うん。えー、ね。 えー、気球しました。はい。えー、気球。えー、急車。えー、急車、うん。帰ってきたよ。うん。ね、スマイルムービーがね、帰ってきましたってことで、これがね、えっ、ー、と、月曜日。うん。えー、ようやく、えー、もう完治かな。うん。 ムービービてきました、はいうん。試してもしょうがないから、シンバ貯金、競馬にぶち込むんだ、それはあかんてだからお、そうだから、ちゃんとこれみんなで貯めたお金だからね、そうそうそう、ということでう、ムービーね、あのー、やったーってことで、うん、帰ってきましたおう、えーまあね。馬主としてやっぱりね、あのー、一度は、まあ、やっぱり乗り越えなきゃいけない壁、えー、故障、えー、骨折、えー、ジェヌイン、えー、乗り越えてまいりました。長かった、本当長かった、マジで。えー7 8 まあ、9か。まあ、多分トレーニングいるから、9か9月もそうなんだけど、えー、3ヶ月を、えー、もう完全にね、おまあ、予託を払うのみという、まあ、本当ね、これ乗り越えられるかどうか分からなかったんだけど、なんとか、え今日まで生きてきました。本当にありがとうございました。うん、ね、おめでとう。ありがとうってことで、そうそうそう。うん、もうじっくりね、あの、仕上げていこうと思う。もう、やっぱ、旧社側も、まあ、あの、亀裂の、なんだけども、まあ、やっと、ま部分がね、 関節の部分だったんで、まあ、大事を取ってここまでま休ませてきたわけなんだけど、そうそう、そう、う。ん、あのー、まあ,あちょっとずれちゃった。うん。あの完治をね。うんえー、まあ、したと。とまあ、いうことなんでしょう。うん、そう。そ,そう、そう、そう、うんだここでえー、まあ、体がね。多分筋肉落ちてるからうん。あのー、しっかりとね。あのこ,こからまた筋肉をバトっていってうんで。まあ成長はね。しっかり促されたと思うから。ああ、その部分ね。いい感じで。まあ夏場もね。全く使ってないと。 おまあやっぱおスマはね、あの暑い時期になると金玉ブラーン下がってきて、なかなかまあ走りに向かないから、そうそうそう。だからそういう面でも、これは本当にプラスに向くかなと、うん、あの思ってますね。あのムービー帰ってきました。はい。なので、まあ年内にね、 あの1ヶ月ぐらい調教を積みつつ、まあやっぱちょっとレースを使いながらね、あの体も鍛えていかなきゃいけないってとこもあるから、うんそうそうそう、まあ10月ぐらいから、あの、ムービーの姿見れるかな、まあ、どれぐらいでっていうのは、あの金曜日にね、あの厩舎に行ってくるんで、その時にあの聞いていきたいと思います。はい。はいおく稼がせないと。まあ、でも焦らずね、うんあの本当にやっぱりいい馬なんで、あの大事に大事にしていきながら、うん、そうそう、あの、ね、あのオープンまで上がれるようにね、頑張っていきたいと思います。はい、そうそうそう。うん、別に金持ちを、これ何これ。 ちょ感じが見ないんだよこれおいや隠,し隠すも隠さないもどこだ金持ちではないね。お金持ってたらね、大体配信なんてやらないですよ。はい、こじきもしないしね。そうそうそう、うん。金あったら、金あったらな、本当にそんなね、もう、この、まあ、みんなも,もう分かってると思うけど、たぶんシンバを買うときには、あの走れてない馬は、やっぱり、もう切らなきゃいけないと。お悲しいような。だそういう現実も、ね、金あったら、 例えば、引退させても、なんか自分で敬をしてあげるとか、うん、あるよ。だから俺も本当に、だから分かってるよ。俺も金持ちにならなきゃいけない。どんどんね。うん。完治セックスしようみたいなね。そうそうそう。ちょっと話が違うけどね。うん。だから、俺も、やっぱりね、だからそれは頑張ってる。おうん。俺も金持ちになって 出るように、まあ多分今の馬たちが引退するのには間に合わないと思うけど、もう引退したらね、例えば牧場で面倒見てあげるとか、おうなんかちゃんと自分でその本当に世話をしてあげられるまでできるぐらいのね、おうあの収入があれば、ただまあ、今ただの工場勤務みたいな感じなんで、今まあ無理だけど。うん もちろんね、仕事もバリバリやって、まあ、こうやってね、SBO のシステムを作って、一生懸命稼ごうとしてるから、うん、なんとかあの上にね、上り詰めたいとあの、プライベートの部分もね、あ持ってますんで、まあ、そこは込みでね。 おまあ、馬主の人生と思って、まあ、見てもらえばいいなと思います、はい。そうそう、うん、月2本、月にね、まあ、あの、調子が上向いてきたらね、うん、ただ、ムービーに関しては、まあ、中2ぐらいちゃんと開けてね、うん、あの走らせてあげたいなと思ってる、まあ、結構手前変えれなかったりとかね、足の負担はやっぱ大きいんで、うん、まあ、骨折した部分のね、再発っていう部分もできればね、ないように、まあ、してあげたいと、うん、いうところもあるんでね、そうそうそう、ああ、お時間ですけどねってことでね、まあ、そんな話、ちょっといい話もね、しつつってことで、はい、じゃあ、エンディング流します。 だこれ本当ね先に言うのやめてくれるこれ,これ締めの一番面白いとこだからこれ本当やめてよねっていうね、そうそうそう、と、まあ、いうことでねあの、すみません、ちょっと今日はあの出だしが遅れてしまいましたので、まあ、若干ちょっと延長ということでね、ね2、3分進んでしまったんですけども、出れてねって、出れてねって言い過ぎだ、君たち、そうそうそう、と、うんまあ、いうことで、えー、ジャパンはね、まあ、ちょっと残念だったんですけども、まあただね、あのー、やっぱこのメンバーでもあの花をしっかり消えたっていうのは、俺はプラスかなと、うん、思ってるし、まあ、毎回ね。 あの断るたびに、ねまあ、泣きべそ帰っても仕方ないと、うん、だから、やっぱりどうやったらジャパンが、ねあのー、勝てるかということを前向きに考えていくことは大事かなと、はい、いうふうふに思っていますで、えー、ムービー、うん、あのいよいよねあのムービー始動ということで帰ってきました、はいでまあ、ちょっとね筋肉をしている部分1か月ぐらい稽古を積んでいくのかな、うん、その辺はねまた金曜日聞いていきますねで、えー、またね強いムービーが戻ってきてと、ねまあ、オープンをやっぱ目指していかなきゃいけないかと。 うん。で、ムービーに関しても、えー、あの、走る姿ね。投資は満々だった。おうん、オーラ牧場でね。そうそう。だから、その辺は大丈夫。あとはもう、ちゃんとね、体がついてくれば、あの、強かったムービーがね、うまたみんなの前で、ね、走る姿を、見るんじゃないかなと、はい、思ってますんで、まあ、そこまでね、ぜひ、あのー、